日常演舞の食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。現在ファミリーマートで行われているうまみすのプリティーダービーコラボ商品をいろいろ食べていきたいと思います。一つ違うのがありますけど、まあそれも食べたかったので買いました。うまみすって実を言うと会ったことがあんまり見たこととかないんですけど、なんか結構話題になってるみたいですね。なのでファミリーダービーに自分も参戦したいと思います。食べるという形で。はい、それではまずはこちら、さくら爆心王のハム卵&野菜ミックスから食べていきたいと思います。サンドイッチですね、確かにレース前に手軽につまむにはいいかもしれません。ではぎっしり詰まったサンドイッチいただきます。はい、続きましてこちら、サイレンススズカのいちご大福。どんないちご大福なのかな。なんか入れ物が特殊な以外は特に変わったところはないですね。でもこの緑可愛いかもしれません。ではいただきます。はい、続きましてひたさんブラックのロールケーキ。結構分厚いですね。こういうのを食べるって元気娘なのかな。もう真っ黒です、赤と黒なんか目立ちそうですね、並んでたら。ではいただきます。ここでこちらのプリン曜日にと急遽飛び入り参加してもらいましょう。このダービー飛び入り参加の方がレースも楽しくなりそうですし、ね、まあ、実際にやっちゃダメですけど、プルプル系のプリンですね。見えますか。ではいただきます。続きましてはこちらのまんまる焼き。キャラクターは誰なんでしょうね。多分種類によって書かれてるやつ違うんです。キャラ違うのでしょうね。ほっとまんまる焼きだけかと思ったら下にこのようなものもついていました。あ、これは多分シールか何かでしょう。この可愛い見た目なんですけど容赦なくいただいちゃいます。はい、ラストはこちら、メジロアップマッククイーンのやる気アップスイーツ。やる気がアップって、これを食べてテンション、気持ちを高めらせる。あるいはご褒美です、置くことで、というような意味なんでしょうか。それだったら気持ちわかるなぁ。では、そのやる気が上がるというスイーツ、いただきます。スイーツは甘いけどレースは熱い、そういう印象ですね。しっかりいただきますよ、みんなに負けないように。ハム卵野菜ミックスはボリューム満点で、卵のサラダの甘さ、おさらの、じゃないやばい、卵サラダの味がよく出ていて美味しかったんです。苦手なキュウリも入ってたんでちょっと意表をつかれましたね。油断したな。可愛い顔に釣られて買うとこういうことになるのかもしれません。続いてのこちらのさくら爆心サイレンススズカのいちご大福は、いちごがジューシーな肉、果汁が口の中であんことの甘さとともに広がっていて美味しいいちご大福でした。ただ他に比べると意外性はないかなとも思いました、ね、実はペン回しが得意とかありますが、それレースの役に立つのかな。まあやってないのでよくわからないんです。続いて北さんブラックのロールケーキ。なんか好きなものは大抵一目惚れと書かれていますので、このロールケーキも一目惚れしたのかな。あっさりとした味でパクパクと食べ進めることができました。クリームもさっぱりしていてあんまり甘すぎないのに味が良かったですね。結構ボリュームがあるのでおすすめです。で続いて
今回飛び入り参加のプリン曜日、あっさりさっぱりとした味わいのプリンで、本当にレースの合間の休憩時間に食べるにはちょうどいいと思いました。あなたの休憩時間にもどうぞ。続いてこちらのまんまる焼き、もっちりとした弾力のある生地の中から濃厚なカスタードクリームがぶわっと広がってきて美味しかったです。これもシンプルではありますが、もっちりしてるのが良かったですね。さっくりもそれはそれでいい気もしますけど、そして最後に食べたメジロマットクリームのやる気スイーツ、これはもう見た目からある程度想像はできるかもしれませんが、プリンアラモードでしたね。下の方にケーキなどのスポンジなども入っていて、あと食感の変化もあってクリームも結構多めで美味しかったのですが、うん、やる気上がるかなって言われると自分はちょっと微妙な気がしますね。やる気アップスイーツ、やる気アップしてるプリンアラモードの方が良かったかもしれません。でもそれだと名前長い。で今回いろいろ食べてみたのですが、自分はこの中だとこちらのまんまる焼きをおすすめしますね。シンプルで手づかみで食べやすいです。生地も弾力があって噛み応えが感じられて良かったです。中のクリームも結構甘かったですからね。それにシールとかもついてきますし、チャンネル登録よろしくお願いします。ダービー2レース目はオリジナルカフェオレと東海天王の蜂蜜ドリンク。なんかカフェオレは分かるんですけど、蜂蜜ドリンクでこういう何だろう、紙パックボトルっていうのが珍しいですね。紙じゃない、こういうパックボトルっていうのがあります。そして今回も飛び入り参戦選手がいます。こちらメルチ一房分のブドウです。両面では飛び入り選手の圧倒的に有利ですが、果たして味で挽回できるのか。ではまずはオリジナルカフェオレから飲んでいきますね。どんな味なチミードリンク、どんなんかさっぱりできそうですね。レースで疲れた体を癒すのにも良さそうです。でははい、ラストの飛び入り参加ウェルチさんはどこまで検討できるのかな。一房分のブドウでポリフェノール、体には良さそうですね。でやっぱり水分補給でも全力で走ってくるね。こちらも負けませんよ。オリジナルカフェよりは甘めのさっぱりとした味わいでしたが、そこまで意表をつくほどではないので、もっと飲みたいとは思わなかったかなというのは感想です。一方でこちらの東海天王ハチミードリンクはさっぱりすっきりとした味わいが口の中に液体として広がってくるので、疲れた体を癒してくれますね。可愛さも含めてっていうのはちょっと変質的かな。ただ、さっぱりしたい時に手軽に飲むのに一番良いと思いました。最後飛び入り参加ウェルチ一房分のブドウはブドウジュースとしてかなり味が濃いめで、その味をしっかり堪能できましたし、ポリフェノールも取れるので体がいいかなと思いましたが、疲れた時はやはりこちらのハチミードリンクの方がさっぱりしていていいと思いましたので、今回のレース1着はハチミードリンクです。段数は5点。では次のレースへ行きましょう。はい、最終レースは食事系5品、爆弾結び、鶏ごもくいなり、ガラガラチキン、チーズたこ焼き、そう、大盛りソースです。これまた可愛らしいラインナップですね。それではまずはカラカラチキンから、確かに赤めでちょっと辛そうですね。それはではいただきます。はい、続きましては大盛りソース焼きそば、野菜も結構入ってますね。ではいただきます。次はスペシャルウィークの爆弾おむすび、なんかこの子見たことあるんですよね。中心のキャラクターなのかな。ちょっと開けるの大変そうかも。結構本当に
爆弾おむすびというだけあって割と大きめですね。これは一口では入りませんね、さすがに。ではいただきます。続きましては玉もクロスのチーズたこ焼き。しかしチーズは中に入ってるんじゃなくて外のソースとしてかけるんですね。これはなんだかありそうでなかった気がします。白いチーズが可愛らしいですね。ではいただきます。ラストは鶏五目いなり、いなり寿司の中に五目ご飯入ってるのなのかな。これは具材豊富で美味しそうですね。ではいただきます。君たちはこれで最後だね。こっちも最後まで全力で走り抜くよ。負けない、自分には絶対負けないって思いっきり自分負けてるような気もせんでもないのですが、うん、でもやっぱり やってみようかな馬娘と思える商品たちでした。まずは最初に食べた釜からチキン、本当に結構唐辛子の刺激があって、その下にビリッときて美味しかったです。後々に感じるご飯や虎物への食欲がすごいちょうど良かったですね。で、なんかお父様からもらってジュークボックスが宝物と書かれていますが、それで何を聞いているのかな、ちょっと気になってしまいます。続きまして、その勢いのままで食べた大盛りソース焼きそばは野菜やお肉もたっぷり入っていましたし、お蕎麦も弾力のあるもっちりとした食感でソースとよく絡んで美味しかったです。で、雑学クイズにおとろしく強いキャラクターらしいのですが、だったら自分に雑学で教えてもらえないかな。結構好きなんですよね、そういう雑学とか哲学とか。はい、次のスペシャルウィークの爆弾おむすびは本当にたっぷりのご飯の中から昆布と鮭が同時に出てきて一度に楽しむことができて美味しかったです。シンプルなんですけど一度にとも楽しむって あんまりない気がしますので、それが新鮮でしたね。で、なんか実は利き牛乳ができるようでさ、ただなんで牛乳メインの商品じゃないんだろうとちょっと突っ込みたくなりますが、ではその次に来るこちらの玉もクロスのチーズたこ焼き、こちらは上にかけたチーズソースがとろうとしてるのでもいいから、しっかり粘度もあってチーズの食感も感じることができるソースで美味しかったです。グラタンのソースに近い印象でした、ね。たこ焼きの中に入っているのとはまた違って良さがあってよかったです。で、なんかもやしとはんぺんメインの得意料理がたくさんあると入ってるんですが、だったらもやしとはんぺん料理に使ってあげたらよかったのではと、そういうふうに思ってしまう自分は ひねくれてるのでしょう。で、最後にこの稲荷はね、鶏五目稲荷、これはお揚げのかかんだ瞬間に旨味がじわっと広がって、その後からご飯の食感が追いかけてきました。五目の味はあまり感じられなかったのが少し残念でしたね。実は畳職人に憧れているというのです。やはりそれは和が強いからなのでしょうか。メニューの和が強いから畳職人に憧れているのかな。まあそんなわけないか。ではラストが、今回はこのチーズたこ焼きがチーズのソースは新鮮でとても一番美味しかったので代表として 4点とさせていただきます。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。